藤前日形周辺の空中写真。1987年撮影の13枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。省内川川口部の日形で休速する水鳥と、名港西大橋埋め立てが回避された省内川と、新川川口部の藤前日形省内川川口部の、 漂流ゴミと、水町ラムサール条約湿地、藤前日形藤前活動センター、庄内川川口左岸の名古屋市や長観察館の南側に併設されている稲、A ビジターセンター満潮時の藤前日形と、南洋工場、藤前日形とは、愛知県名古屋市港区と、海部郡飛島村にまたがるラムサール条約、登録地の日形である。藤前日形は、 名古屋港西南部の庄内川、新川と日光川の河口が合流する名古屋市港区藤前地区の地先に広がる干潟である。かつて西一区と呼ばれ名古屋市のゴミ埋め立て予定地計画があった場所でもある。干潟の面積はおよそ350ヘクタール。潮位が名古屋港基準面で70センチメートル以下になると干潟が海面の上に現れる。 伊勢湾に残る最後の大規模な干潟で、シギチドり類やオナガガモ、スズガモのカモ類などの渡り鳥の飛来地として有名である。ゴミ埋め立て計画中止後、藤舞干潟と、隣接する庄内川、新川、日光川の,川の三河川の河口にある庄内川、川口干潟、新川川川口干潟、飛島干潟の一部を保全し、2002年11月1日に、国指定。 富士前、日形長重保護区に指定、同年11月18日に、ラムサール条約に登録された。2007年5月22日に、名古屋市とオーストラリアジロイング市が、湿地提携に調印し、両市は、湿地映像の相互配信を行っている。1950年代以前には、富士前日形がある、伊勢湾西奥部には広大な日形が広がっていたが、港湾開発。 工場用地、農業用地の埋め立て開発により、そのほとんどが消滅した。名古屋市愛機処分場が2001年に満杯予定であったことから、名古屋市が藤前日形の一部を埋め立てる開発計画を立てたが、環境庁や住民団体などの反対により埋め立ては撤回された。この問題は、名古屋市がこの日形をゴミ処分場にするという計画が、 持ち上がったことがきっかけに発生した。名古屋市はアセスメントを行った結果、その計画が渡り鳥などの生態に影響すると知りながらも人工被型の増生を条件に埋め立てを実行に移そうとした。しかし、1999年に環境省は人工被型の増生では玄関境の維持は極めて困難とする見解を出した上、 寺田達史環境庁環境影響評価課長が検討結果をもって名古屋市役所に単身で訪れるなど異例の行動で強硬な反対姿勢を示したほか市民運動なども活発に行われその結果名古屋市は埋め立てを断念ゴミの増大に悩む名古屋市のゴミ収集制度見直しの契機となった東アジアで繁殖した多数のシギ類と千鳥類が 春と秋に旅鳥として飛来する重要な中継地の一つである。祭事と休息を行った後に、オーストラリアやニュージーランドへと渡り越冬する。大前の越冬群と、浜市議の越冬群が、愛知県のレッドリストで、地域個体群の指定を受けている。冬には、ロシア極東やアラスカ方面で繁殖した、多数のカモ類が飛来し越冬する。ミサゴなどの猛金類。 アオサギ、カルガモ、カワウなどは一年中この周辺に止まる。172種の鳥類が確認されている。シギチドリ類は41種確認されている。各季節ごとに、日型で見られる代表的な種を以下に示す。鳥類の種類環境省により、藤前日型の渡り鳥の飛来調査が行われている。毎年定期的に60種ほどの水鳥が確認されている。 鈴鹿も、オ長がガ等のカモ類が10月から3月にかけて約1万羽、浜市議が10月から5月にかけて約3000羽確認されている。2011年9月6日から2012年6月26日までの期間で30回飛来数の調査が行われた。周辺には稲江公園などの森があるため、水鳥以外の多数の野鳥も観察できる。 平来調査の種類5回、貝、カニなど174種ほどの低生生物の生息が確認されていて、川口域の水質浄化の役割を果たしている。カニや5回類などは、渡り鳥などの餌となっている。低生動物の種類干潟には、不法投棄や河川の上流から漂流ゴミが多く、足原などのくぼ地などに大量のゴミが堆積している。 クリーン大作戦などの清掃活動が行われているが、流入するゴミに対応しきれていない。毎年7月頃には、名古屋市の環境未来探検隊が、藤前日形を訪ね、事前学習会をする。NPO 法人、藤前日形を守る会により、ガタレンジャーと呼ばれる、ボランティアガイドが組織されている。ありがとうございます。